大北方戦争、大北方戦争、スウェーデン語、ストーラーノルディスカ・クリー・ゲット、ロシア語、ポーランド語、スリー・ボイ・ナパル・ノッハ・ホナ、デンマーク語、デンストアノルディスカ・クリッグ、ドイツ語、グローサ。ノルディス・チャー・クリーク、英語、グレート・ノーザン・ォー、1700年から1721年は、スウェーデンと反スウェーデン同盟を結成した諸国とが、 スウェーデンの覇権をめぐって争った戦争であり、近世の北欧、中欧、そして東欧における重要な活気となった。当初、北方同盟は、ピョートル1世のロシア、フレデリク4世のデンマークノルウェー、アウグスト2世のザクセンポーランドリトアニアから構成されていた。フレデリク4世とアウグスト2世はスウェーデンに敗れて1700年と1706年に、 脱落したが、1709年に再加入している。ブラウンシュバイク・リューネブルク貢献イギリス王ジョージ一世は1714年に、ハノーファーとして、同盟に加入し、1717 17年には、イギリスとして参戦した。また1715年には、ブランデンブルクプロイセン王、フリードリヒビルヘルム一世が参加した。スウェーデン側では、カール12世のスウェーデンをはじめ、 ホルシュタイン・ゴットルプ・コ領が、1704年から1710年の間に、スタニスワー・フレシチニスキの下にポーランドとリトアニアの諸公が、1708年から1710年には、コサックのイヴァン・マゼーパが、それぞれ参戦した。オスマン帝国は一時期スウェーデンを代わる12世を、被護して、ピョートル一世に対して介入した。戦争は、デンマーク・ノルウェーによる、 ホルシュタイン・ゴットルプ、ザクセン・ポーランド・リトアニアによるスウェーデン・領リボニア、そして、ロシアによるスウェーデン・領イングリアに対する3方面からの攻勢で始まった。スウェーデンは、トラベンタールと、ナルバでデンマークとロシアの攻撃を撃退し、アウグスト2世への反抗では、リトアニア、ポーランドからザクセンへと追撃し、アルトランシュテット条約で敗北を認めさせ、彼を退位させた。 一方、ピョートル一世は、スウェーデンのバルト地方を奪取し、この地に、サンクトペテルブルクを建設して、バルト海への出口を固めた。カール十二世は、ピョートル一世と対するべく、ザクセンからロシアへ戻ったが、ロシア遠征は、ポルタバでのスウェーデン主力軍の壊滅とカール十二世の、オスマン帝国領ベンベルへの逃亡で終わった。ロシア軍の追撃は、 オスマン帝国軍の介入によってプルト川で頓挫した。ポルタバの戦い後、当初の北方同盟が再建され、その後ハノーファーとプロイセンが加盟した。バルト海の南と東のスウェーデン軍残余は追い払われ、スウェーデン領土は連合国によって分割された。スウェーデン本国は、西から、デンマークノルウェー、東方からはロシアに侵入された。デンマークの攻撃は、 ヘルシングボリの戦いで撃退されたが、ロシアはフィンランドを占領しスウェーデン海軍と沿岸要塞に深刻な打撃を与えた。カール12世はノルウェーに戦線を開いたが、1718年にフレデリックスハルドで戦死した。戦争はスウェーデンの敗北で終わり、ロシアがバルト海における新たな列強国となり、ヨーロッパ政治における 新しい重要なプレイヤーとなった。正式な講話は、スウェーデンとハノーファー、プロイセンとは1719年の、ストックホルム条約、デンマークとは1720年に、フレデリクスボー条約、ロシアとは1721年に、ミスタット条約がそれぞれ結ばれている。これによって、スウェーデンは、フィンランド、ズンド海峡、 スウェーデン領ポメラニアの北部を除くすべての領土を割上させられ、ホルシュタイン語トルプ公領との関係は立たされた。ハノーファーはブレーメンフェルデンを獲得し、ブランデンブルクプロイセンはオーデル川川口域を併合し、ロシアはバルト海地方を、デンマークはシュレースビヒホルシュタインを確保している。スウェーデン絶対君主制はカール12世の死によって終焉し、 自由の時代が始まった。一方、ロシアは、スウェーデンのバルト海における覇権を奪い取り、ヨーロッパにおける列強の一員となり、また、この戦争で獲得した地にシント、新都サンクトペテルブルクを建設し、1721年、元老院と修務院が、ピョートル一世に皇帝の称号を送り、ロシア帝国となった。北方戦争は、後に文化人や、 軍人の研究材料として取り上げられている。ボルテールやクラウゼビッツによるものが有名である。この戦争の時期、参戦各国で歴法が異なり、ロシアはユリウス歴、スウェーデンは独自のスウェーデン歴、ポーランドやドイツ諸行はグレゴリオ歴を使用していた。参戦国が多数なため、本項目の日付はグレゴリオ歴を基本とし、 必要に応じて、レ歴と随歴を併記する。バルト帝国16世紀に、デンマークから独立したスウェーデンは、その後も、幾度か、デンマークと戦火を交えてきた。グスタフ2世、アドルフの時代にスウェーデンは、動乱時代にあったロシアに介入して、1617年に、ストレボバのアヤクを勝ち取り、カレリアとイングリアを割上させ、ロシアから、 バルト海への直接的な出口を奪い、これによりロシアはスウェーデンの地域派遣に対抗し得ない地位に陥ることになった。グスタフ・二世やドルフは30年戦争に介入してプロテスタント陣営の主力軍として戦った。グスタフ・二世やドルフは1632年のリュッツンの戦いで戦死したものの、スウェーデンはベスト・ファーレン条約で、 北ドイツのブレーメン公領とフェルデン、ビスマールそして西、ポメラニアを獲得している。30年戦争末期に勃発したデンマークとのトルステンソン戦争でもスウェーデンは勝利し、ゴットランド島とノルウェーのに地域を割上させるとともに、ず土海峡通行税免除特権を勝ち取った。カール10世の時にスウェーデンは、オリーバ条約で、ポーランドからリボニアを獲得した。 また、デンマークとのカールグスタフ戦争では、ユトランド半島を制圧し、1658年のロスキレ条約によって、スコーネ、トロンハイム、ボーンホルム島を割上させた。こうして1560年から1658年の間にスウェーデンは、フィンランド湾を中心とした、カレリア、イングリア、エストニア、リボニア地方を含むバルト帝国を作り上げた。 1695年に、スウェーデンの同盟者のシュレースビヒホルヒタインゴットルプ、コークリスチャン・アルブレクトが死去すると、デンマーク・ノルウェーオークリスチャン5世がゴットルプの相続を主張して、紛争になり、スウェーデンをカール11世が朝廷に当たったが、1697年にカール11世が死去すると、デンマーク軍はゴットルプに侵入して、要塞のいくつかを制圧した。 このため、ホルシュタインゴットルプ公領の新党主フレデリク4世は1698年に、カール11世の王女ヘドビグ・ソフィアと結婚して、同盟を固めた。デンマークは対抗上、同盟者を求めて、ポーランドと接近する。反スウェーデン同盟の結成に深く関わった人物が、亡命スウェーデン貴族ヨハン・パトクルである。パトクルは、スウェーデン領リボニアの貴族で、 スウェーデンオーカール11世の時に大逆罪を宣告されて亡命を余儀なくされポーランドを建造戦選定校アウグスト2世に仕えていたパトクルの格索により1699年8月にデンマークとザクセンとの同盟が成立しそして11月22日にはロシアとザクセンとのプレオブラジェンスキー条約が締結されロシアとデンマーク ザクセンによる北方同盟が成立する。反スウェーデン同盟が結成されたことを知ったカール12世は1700年1月にイギリス、オランダと防御同盟を結んでこれに対抗した。スウェーデン王カール12世、兵隊王と呼ばれ、軍事的天才と評されることになる。スウェーデン王カール12世は1697年に14歳で、父カール11世から、 スウェーデン王位を継承、絶対君主国家として、バルト帝国を引き継いだ。父は、戦争を避けて、国政改革に専念し、保護関税制や貴族領地を削減して、王領を増加させる、土地改修を実施して、財政を安定させ、王権と帝国の軍事力を強化させていた。カール12世は自らを中世騎士の申し子と考え、強い正義感と、 贅沢や飲酒そしてフランス語の使用といったバロック様式の生活への嫌悪とで知られている。その代わりに彼は当時のバロック様式の王宮を出て馬上の兵士としての生活を好んだ。生涯、妻を迎えることがなかった彼は私は軍隊と結婚したのだと公言している。彼は約束を破り大いにふさわしくないとみなした。 敵対者たちを多いから引き下ろすことを追求し、それゆえに、いくつもの和平の機会を逃してきた。このような態度は、一部の者からは、偉大と、他からは、狂気とみなされ、1718年に、彼を殺した銃弾がどこから撃たれたのかは明らかでない。戦争中、カール12世以外で最も重要なスウェーデンの、指揮官は、親友のカール・グスタフ・レーンスケルドであり、 他に、マグヌス・ステンボックや、アダムルートビヒ・レーベンハウプトがいる。カール12世の重帝である、ホルシュタインゴ・トルプ公、フレデリク4世は、カール12世の姉、ヘドビグ、ソフィア・アブスベーリエの夫である。彼の息子であり1702年に、行為を継いだカールフリードリヒは、カール12世の死後スウェーデン王位を主張したが、カール12世の妹、 ウルリカ・エレオノーラの主張に譲らざるを得なかった。後に、カール・フリードリヒは、ピョートル一世の王女、アンナ・ペトロブナと結婚していた。ウクライナコサックの主張イヴァン・マゼーパは、ピョートル一世側で戦ったが、1708年に、カール12世側へ寝返っている。しかし、1709年に、スウェーデンがロシアに敗れた後は亡命。 同年に亡命地のオスマン帝国で死去した。部下のダヌイロアポーストルは、一旦、マゼーパと共に、スウェーデン軍へ降ったがロシアへ寝返り、以後は、ロシア軍に従軍、後に、ヘイチマンに選出された。ロシアのツァーリピョートル一世と、デンマークノルウェーをフレデリク四世、ポーランドを建作戦選抵抗、アウグスト二世と、プロイセンを権ブランデンブルク戦抵抗。 フリードリヒビルヘルム一世ロシアのツアーリピョートル一世は1689年に姉ソフィアの摂政政府を倒して実権を掌握すると父アレクセイが行っていた諸改革を継続また1695年から1696年に国会への出口を求めてアゾフ遠征を行いオスマン帝国からアゾフ要塞を奪取した1697年には 西欧へのグランドツアーに出発して、先進技術を学んでいる。1698年、ピョートル一世は、重兵隊反乱の法を受け、旅行を切り上げて帰国する途上で、ポーランドを建作戦線抵抗アウグスト二世と会見し、ハンスウェーデン同盟に合意した。ピョートル一世の知性により、ロシアツアーリ国は、近代的な帝国に作り変えられ、バルト海、国海そして、 カスピ海への出口も獲得した。大抵の彼の称号は、これらの成果をもってのことである。ピョートル一世以外で最も重要なロシアの指揮官は、アレクサンドル・ダニロビチ・メンシコフとボリス・シェレメーテフ、である。ザクセン選定校、フリードリヒ・アウグスト一世は、ヤン三世の没後に、ポーランド王位を得た。彼は、バロック様式の生活を送り、 首都ドレスデンを世界的に有名なバロック様式の街に変え、360人もの諸子を設けたとされる。彼はスウェーデンに奪われたリボニア奪回を企てて、ヨハンパトクルに反スウェーデン同盟を画策させた。1698年9月のプラボにおけるピョートル一世との会合で、スウェーデン攻撃計画が立てられ、これが彼の没落のもととなる。 ポーランド・リトアニア共和国を絶対君主制に転換しようとする彼の野心は失敗に終わった。彼の称号は身体的な強権差に由来する。デンマーク・ノルウェーをフレデリク4世は1699年に父クリスチャン5世から王位を継承した。デンマークは祖父フレデリク3世と父の時代に絶対王政を確立させており、過去の戦争で スウェーデンに領土を奪われた上に隣接する、ホルシュタインまでスウェーデンの勢力下に入ったことに、憤慨していた。ブランデンブルク選定校及び、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム一世は1715年から参戦した。彼はかねてからのブランデンブルクの目標であった、ブランデンブルク中心地域から、バルト海への出口となるオーデル川川口域を獲得する決意をしていた。 ハノーファー選定校であり1714年にイギリス王に即位したハノーファー家のジョージ1世は内陸の選定校領から北海への出口を得る機会としたカール12世が率いたスウェーデン軍はグスタフ2世、アドルフ以来のバルト帝国形成において勝利を積み重ねてきた比較的小規模ではあるが大陸諸国の軍隊よりもより専門化され訓練された軍隊であった とりわけ、この軍隊は熟達した軍事協連により、消火器の高い発射速度を維持し得た。スウェーデンの人口は300万人ほどであったが、戦時において村々から徴兵を行う制度を確立しており、1700年の開戦時には、カール12世は、毎年訓練を施した7万7千人の常備軍を有しており、戦争の犠牲に関わらず、1707年までに、 その数は12万人にまで膨れ上がっている。しかしながら、スウェーデンは、長期戦ではその軍隊を補給し維持し得ないことが、明らかとなる。大陸での戦役では、軍隊は新たに占領した土地で、略奪や徴税をして、自給自足することを原則としてきたが、戦争のコストは、非占領国が提供し得る資金よりも、はるかに高価になり、スウェーデンの財源は枯渇することになった。 ロシアの人口は1050万人で、開戦前に3万2000人を母兵しており、外国人将校が多くを占めた。ピョートル一世は、初戦のナルバの戦いでの惨敗を契機に大規模な、軍政改革に着手して徴兵制を整備し、ロシア人貴族の将校を要請して1707年には、ロシア軍の規模は20万人に達している。デンマークは、 ホルシュタインゴットルプへの進攻と、その他の戦線に2万人を派兵している。ポーランドとザクセンを合わせて少なくとも10万人を動員することができた。大北方戦争前半期1700年2月、デンマーク・ノルウェーをフレデリク4世が自国領の南にあるスウェーデンの同盟国ホルシュタインゴットルプ、公領への攻撃を行い、3月にテンニングを包囲した。同時に、 アウグスト2世の軍隊が、スウェーデン領リボニアを通って、ダウガフリバを占領し、リガを包囲した。これより、前の1699年12月に、アウグスト2世は、リガに対する最初の教習を行ったが失敗していた。ロシアは、オスマン帝国との和平交渉中で、7月に、コンスタンティノープル条約が締結され、30年間の、 バギが成立したとの知らせがモスクワに入った、翌日の8月20日に宣戦線した。カール12世はまず、デンマークに焦点を合わせた。7月、イギリス、オランダ艦隊の支援を受けたスウェーデン艦隊は、ズンド海峡を封鎖するデンマーク艦隊を退却させ、シェラン島に兵を上陸させた。カール12世は、兵1万5000をもって、 デンマークの首都コペンハーゲンに進軍する。この予想外の動きと海軍の圧力により、デンマーク・ノルウェーは8月18日にトラベンタール条約を結んで、早々に戦争から脱落させられた。ナルバの戦いに敗れ、スウェーデン軍に降伏するロシア兵今やカール12世は、バルト海の東部海岸に迅速に軍隊を配備して、残る敵と対峙することができた。 リボニアのアウグスト2世の他に、ロシアのツァーリピオートル1世の軍隊がすでに、スウェーデン領、イングリアへの進行途上にあり、9月に兵4万を持って、ナルバを包囲していた。ロシア軍は、ナルバを攻めあぐね、包囲が長期化した11月30日、急遽回路を使って、エストニアに上陸したカール12世率いる、スウェーデン軍1万2000が吹雪をついて、 包囲軍の本営を吸収して蹴散らし、ロシア軍は惨敗を喫した。トラベンタール条約となる場の戦いによって、北方同盟は事実上瓦解しており、スペイン継承戦争勃発直前の情勢でもあり、スウェーデン最小、ベント・ガブリエルソン・オクセンシェルナは、戦争をスウェーデン有利に終わらせ、カール12世を、 ヨーロッパの朝廷者とする絶好の機会であるとみなし、和義王に進言したが、カール12世はこれを退け、あくまでもアウグスト2世を撃つ意志を表明した。クリシフの戦いなる場で、ロシア軍を打ち破ったカール12世は、モスクワ新軍も考えたが、参謀本部の勧めもあり、アウグスト2世に包囲されているリガの救援に向かった。翌1701年7月、 カール12世率いるスウェーデン軍は、ドビナ川を強行と化して、ザクセンポーランド軍を打ち破り、リガを救出した。アウグスト2世は、交渉を求めるが、カール12世はこれを認めず、ポーランド全国議会に対して、新国王の選出を要求する。翌1702年、カール12世は、ポーランド・リトアニア共和国に侵入して5月に、ワルシャワを占領した。 7月19日、アウグスト2世は2万2千の兵を集めて、ポーランド中央部キエルゼ南方で、カール12世率いるスウェーデン軍1万2千と、大したが大敗を喫する。しかし、スウェーデン軍に参戦していた、シュレースビヒホルシュタイン公フレデリク4世もこの戦いで戦死した。アウグスト2世はなおも和平をこうたが カール12世はあくまでも、アウグスト2世の退位を求めて和平は成立せず、戦いは続いた。1703年10月、カール12世は、トルニ要塞を陥落させ、アウグスト2世を追い詰める。1704年7月、カール12世は、国王選挙に干渉して、彼が望むスタニスワーフレシチニスキを新国王、スタニスワーフ1世に選出させた。 スタニスワーフレシチニスキは、翌1705年10月4日に退官し、カール12世はこの傀儡王とワルシャワ条約を結んで、ポーランドリトアニアを続国となした。ピョートル大帝による、ノーテボリ占領と命名ロシア軍のナルバ占領ナルバの戦いは、ピョートル1世にとって大きな痛手となったが、カール12世のザクセ戦ポーランドリトアニアへの転戦は、 ピョートル一世に軍を再建して、バルト諸州を獲得する機会を与えた。ピョートル一世は大規模な軍政改革を行って、兵士の徴兵制度や、幹部要請、軍事行政機構を整備させ、常備連隊を拡充した。1700年には、ロシア軍は3万4000人の兵士しか、残っていなかったが、徴兵を繰り返すことにより1705年に、 兵士の数は20万人に達している。またナルバで失われた大砲を急ぎ鋳造するために、教会の金を供出させることまでした。彼は、外国人の専門家に兵士を訓練させ、西欧式の新型火器を装備させた。1701年末に、ロシア軍は、約2万6千の兵を持って、リボニアへ侵攻した。シュリッペンバッハ総督率いるスウェーデン軍はいくつかの、 戦術的勝利を収めたものの、ロシア軍は着実にリボニアへの攻撃を続け、貨幣のスウェーデン軍は次第に劣勢に陥った。1701年12月にボリス・シェレメーテフ率いるロシア軍はエラストフェルの戦いでスウェーデン・リボニア軍を撃破した。1702年夏にロシア軍は兵4万で再度進攻を開始し、 7月30日のフューメンスルフの戦いで、ロシア軍は6000人のスウェーデン軍に対象する。この戦いで、スウェーデン・リボニア軍は壊滅し、ロシアによるリボニア征服の基礎が形作られた。その後、ボリス・シェレメーテフは、ロシア軍を率いて、イングリアへ進軍し、10月22日にノーテボリを占領した。この時、 ノーテボリのスウェーデン兵は10日間にわたって抵抗し、スウェーデン兵110人の犠牲に対し、ロシア兵に6000人の犠牲を負わせた。ピョートル一世はこの地をイングリアへの鍵とみなし、要塞はドイツ語で鍵の城を意味するシュリュッセルブルクと命名された。1703年5月にロシア軍はネバ川川口に木造の要塞を構築し、これが 後のサンクトペテルブルクとなる。イングリアの残りの地域もロシア軍に占領され、翌1704年夏には、ドルパートとナルバが、ロシア軍の手に落ちた。一方、ポーランドでは、アウグスト2世の支持者は、未だ多く、ポーランド・リトアニアのアウグスト派貴族は1704年8月に、ロシアとナルバ条約を締結して、抵抗の意思を示した。翌1705年、 ピョートル一世は、ロシア軍を率いて、アウグスト二世を救援すべく、ポーランドへ侵入した。ロシア軍は、有利に戦いを進めて、一時は、ポーランドの大部分を解放して、1705年秋には、スウェーデン軍を分断する体制を取った。だが、アウグスト二世と、ロシア軍との連携はうまく行かず、1706年2月13日の、フラウシュタットの戦いで、 ザクセンポーランド軍を呼び、ロシア軍はまたもスウェーデン軍に大敗を喫してしまう。8月に、スウェーデン軍はザクセンに侵入し、抵抗力を失った。アウグスト2世は9月24日にスウェーデンとアルトランシュテット条約を結び、ポーランド王位を呼び、リトアニア大行位を放棄して、戦争から脱落した。これにより北方同盟は瓦解し、カール12世の敵は、 ピョートル一世のロシアのみとなる。アルトランシュテットには、西洋の外交官が訪問に訪れ、スペイン継承戦争参戦を思いとどまらせようとする、イギリスと味方にしようとするフランスがそれぞれ暗躍した。カール十二世は、いずれの提案も受け付けず、ロシアへの遠征だけを考えていたが、ザクセン進行の際イジエンを通過したことで、オーストリアから抗議されたり、逆に、 シレジアのプロテスタントとカトリックの平等を呼び、スウェーデン軍の徴兵を承認させている。その他の国々も、中立、同盟を結び、スウェーデンの勢いは頂点に達した。レスナーヤの戦いロシア軍のポルタバでの勝利1707年に、ピョートル1世は和議を打診したが、カール12世が、ネバ川両岸とサンクトペテルブルクを含むすべての、 占領地の返還を要求したため成立しなかった。戦争を終わらせるために、カール12世はポーランドに本拠を置いて、モスクワ攻略を含むロシア中心部への最後の攻撃を命じた。1707年9月2日に約4万4000人のスウェーデン軍はザクセンを立ち、ゆっくりと東に進軍した。ビスワ側に到達すると彼らは、 川が凍結する1708年1月10日まで、都下を待ち、その後、敵対的なマスリアを経て、2月8日に、ロシア軍が放棄したフロドナを無血占領した。スウェーデン軍は、スマルホニアミンスク周辺に泊まり、東映に入った。冬の間に、スウェーデン軍は、フード病にひどく苦しめられ、宿営地を経ったのは6月のことで、スモレンスクに向かって進軍した。 春の間にクールラントのレーベンハウップと将軍は、補給品を集め、兵1万2000を率いて10月22日までに、カール12世の本体と合流するよう命じられた。1708年7月14日に、カール12世はホロー人の戦いで、ロシア軍を撃破したものの、ピョートル1世の焦土作戦により、ロシア領内を進むにつれて、スウェーデン軍は、 補給にひどく苦しめられるようになった。レイベンハウプとの援軍は130キロにまで近づいていたが、補給を必要とするカール12世は合流を諦め、穀物とより良い気候を求めてウクライナへと転進した。コサック首長イバンマゼーパ指揮下機関のウクライナ軍は幾度かカール12世と協議を持ち、 ここに至り彼はロシアからの独立を得るべく正式にスウェーデンとの同盟を宣言した。レーベンハウプトは南下を続けたが10月9日小さな村の近くの川を渡っている最中にピョートル1世率いるロシア軍に襲われた。戦闘に敗れたレーベンハウプトはできるだけ早くカール12世と合流することを優先させ大砲と食料の大半を遺棄した。彼らが 最終的にカール12世の主力部隊と合流した、時には補給品を買いた7000人が残っていただけだった。10月にはマゼーパの首都バトゥールインがロシア軍に攻略されている。翌1709年春になり、カール12世は前進を再開したが、飢餓や薬病のためにその数を3分の1に減らしていた。カール12世は 食料と拠点を手に入れるべく、ウクライナのボルスクラ川沿いにあるポルタバを包囲した。ピョートル一世は、すでにここを守るための大軍を組織しており、彼はすぐに到着した。7月8日、ロシア軍4万2000人と、スウェーデン軍1万6000人がポルタバで開戦した。カール12世は、先の包囲戦の最中に狙撃されて負傷しており、指揮権は、 カール・グスタフ・フレーンスケルド将軍に委ねられている。激戦の末に数に勝るロシア軍が大勝し、スウェーデン軍は数千人の戦死者を出して改装した。カール12世はオスマン帝国領へ逃れ、スウェーデン軍の残余はペレボローチナで降伏した。このスウェーデン軍の大敗は戦争のキスを決死は、したが、戦争自体を終わらせはしなかった。デンマーク。 ザクセンは再び参戦し、ボリス・クラーキンの狡猾な政治的手段によって、スタニスワフは、ハイアウグスト2世は、ポーランド王に復位した。ピョートル1世は、バルト地方での戦役を継続し、最終的に強力な海軍を築いた。1710年、ロシア軍は、リガとタリンを占領した。エストニアとリボニアの降伏により、バルト地方はロシアに統合された。 大北方戦争後半期ポルタバの戦い以降、ピョートル1世とアウグスト2世は1709年にトルン条約を結んで、再び同盟し、同年、デンマークノルウェーをフレデリク4世とアウグスト2世がドレスデン条約を、続いて、ロシアとデンマークノルウェーとがコペンハーゲン条約を締結している。1710年にはハノーファー条約が結ばれて、 ハノーファー選定校が加盟し、選定校、ゲオルク一世ルートビヒは後に、イギリス王ジョージ一世となる。1713年には、ブランデンブルクプロイセンとロシアが、シュとート条約を結んで同盟した。一方、イギリス王ジョージ一世は1715年に3つの、同盟を締結した。デンマークノルウェーとベルリン条約、ブランデンブルクプロイセンとシュテッティン条約、 ロシアとは、グライフスバルト条約をそれぞれ結んだ。スウェーデン軍が降伏した時、カール12世と、わずかなスウェーデン兵、それに、イヴァン・マゼーパのコサックが、オスマン帝国領に逃れ、モルドバのベンデルにコロニーを築いた。ピョートル1世は、カール12世の立ち退きを要求したが、スルタニアフメト三世はこれを拒否し、カール12世の働きかけとロシアの勢力拡大の、 奇遇から、オスマン帝国は1710年11月に、ロシアに対する戦線を布告する。プルート川の戦いピオートル一世は、オスマン帝国内のキリスト教徒やモルダビアとワラキアの大主ディミトリエ・カンテミールに援助を約束して、内部拡乱工作を行い、1711年に、兵約4万を率いて、オスマン領内へ侵攻した。だが、 ロシア軍は罠にかかりプルト川で、約15万のオスマン軍の攻撃を受け、ピョートル一世自身も捕らえられかねない危機に陥った。ピョートル一世は同行していた愛人、エカチェリーナの勧めもあって、和議に持ち込み、7月12日に、アゾフ要塞の返還、ポーランドの内政への不干渉、カール12世の帰国の容認などを条件とする不利な、内容のプルト条約を締結した。 だが、カール十二世は、帰国に関心を示さず、ベンデルに、臨時宮廷を作り、なおも、スウェーデンとオスマン帝国とが共闘して、ロシアを攻めるようアフメト三世を説得しようとした。アフメト三世はこれを拒否して、寛大な待遇も止めて、1713年に、カリバリクと呼ばれる、スウェーデン人と、トルコ兵との武力衝突が起きると、カール十二世を拘束した。 カール12世はアドリアノープル近くのデモ地下に遊兵され、オスマン戦線を開く希望を捨てた。彼は1714年10月に脱出するとき場で敵地を走破して、わずか2週間足らずで、北ドイツのスウェーデン領ストラールズウントに帰還した。なお、マゼーパは、ウクライナに戻れず、1709年に没している。デンマーク領、アルトナは1713年の、 マグヌス・ステンボック将軍の攻撃で消失した。同年、ロシア軍は、その報復として、スウェーデン領ボルガストを焼き払った。1709年11月、再参戦したデンマーク軍が、ズンド海峡を渡って、スウェーデン南部のスコーネに侵攻した。スウェーデン軍のマグヌス・ステンボックは、わずかな兵しか持っていなかったので一旦交代し、 新兵を集めた上で反撃に転じて、翌1710年3月10日のヘルシングボリーの戦いで勝利し、デンマーク軍は本国へ撤退した。1710年、ポーランドのスウェーデン軍は、連合軍の追撃を受けつつ、スウェーデン領ポメラニアへと撤退し、1711年にシュトラールズントで包囲された。しかし、 町はステンボック将軍に率いるスウェーデンの救援軍が到着したため占領を免れ、スウェーデン軍はポメラニアを確保し、西に転じてガーデブッシュの戦いで連合軍を撃破した。だが、連合軍の追撃を受けたスウェーデン軍は罠にかかり、テンニングで包囲され降伏した。ステンボックは捕虜のまま1717 17年に死亡した。1714年に、 カール12世はオスマン帝国から帰国し、11月にシュトラールズントに到着した。近くのグライフスバルトはすでに疾患しており、ハノーファー選定校として参戦していたイギリス王、ジョージ1世は11月17日に、ロシアのピョートル1世と同盟を結んでいる。ポメラニア戦役に参加していたが、公式には中立であった。 ブランデンブルクプロイセンも1715年夏にスウェーデンに対して宣戦布告して連合への参加を公にした。これによってカール12世はすべての北ヨーロッパ諸国と交戦状態となりシュトラールズンとの命運も極まった。カール12世は1715年12月までここに泊まり、陥落のわずか数日前に脱出している。 1716年には、ビスマールが降伏し、スウェーデンのバルトを呼び、ドイツのすべての領土は失われた。アウグスト2世が福井したポーランドでは、ザクセン軍の中流に対するポーランド貴族の不満が高まり、1715年に、ロシア軍を後ろ盾とするタルノグルト連盟が結成された。翌1716年11月に、ワルシャワ条約が締結され、 ザクセン軍は撤退し、ポーランド軍の軍備も大幅に制限されることになり、この条約は1717 17年2月の無言国会で批准され、ポーランドはロシアの保護国と化す。ガングートの海戦でのロシア軍の勝利、1714年。バルト地方を制圧したロシアは1712年に、ヒョードルアプラクシン将軍率いる。 約7万人の軍団を編成してフィンランドへ攻め込んだ。翌1713年7月、ロシア軍は西欧戦士場に例のないとされる海陸共同作戦を観光してヘルシンキを攻略した。1713年から1714年にかけてロシア軍はフィンランドを攻略を進め、1714年2月のラッポラの戦いで、 フィンランド中流軍主力部隊を撃破し、スウェーデン軍の抵抗力はつえた。1714年7月、ハンコ半島沖において、ピョートルのガレー戦海軍が、スウェーデン海軍に対象し、これにより、ロシアが政海権を握った。ハンゲの海戦1714年から1721年の、ロシアによる、フィンランド占領期間は、 フィンランドの歴史では、大いなる怒りと呼ばれている。カール12世の早々グスタブ・セーデルストレムがカール12世は、オスマン帝国から帰国すると、再び戦争指導を自ら取り始め、デンマーク・ノルウェーに単独講和を死意させるべく1716年2月に、デンマーク領ノルウェーに攻め込み、一時はクリスチャンさんを攻略したが、部下の不手際と、 デンマーク海軍に領土を断たれたため撤退を余儀なくされている。北方同盟諸国はスウェーデン本土侵攻を策し、7月から8月にかけてコペンハーゲンに艦隊を集結させたが、諸国の足並みが揃わず作戦は中止となっている。カール12世はイギリスを味方に引き込もうと試みたが、国王ジョージ1世はハノーファー選定校としてバルト海への出口を求めて、 すでに、スウェーデンと戦争状態に入っていた。同盟を求めたカール12世は、イギリスのジャコバイトと交渉したが、これは1717 17年に、イギリスによるスウェーデンへの戦戦布告という結果になった。局面を打開すべく、カール12世は、ロシアとの単独交渉を開始した。1718年5月に、スウェーデン全員権ハインレヒ・フォンゲルツ断赦と、 ロシア全権、アンドレイオステルマンは、バルト海のオーランド島で階段を持ち、スウェーデンはロシアに対して、かなりの譲歩し、代わりにロシアと共闘して、デンマークやハノーファーそして、ポーランドと戦い、バルト地方の代償として、ドイツでの権益を回復しようと目論んだ。カール12世の遺体一方、ノルウェー戦線は、こ着状態に陥り、 12月11日、オスロ東南にあるフレデリクスハルドを包囲していたカール12世は、狙撃されて死亡した。カール12世の死により、スウェーデン軍は直ちに撤退したが、猛吹雪の中の退却は苦難を極めて多大の、損害を出し、キャロリアン氏の後進カロリンナズ・ダッドスマーシュと呼ばれている。カール12世には、子はなく、妹のウルリカ・エレオノーラが多いを継承した。 ゲルツは処刑され、ロシアとの交渉も打ち切られた。グレンガム島沖の海戦カール12世死去の時点で、北方同盟は、スウェーデン軍の敗北と撤退後に残された権力の空白をいかに埋めるかをめぐって、次第に分裂し始めた。イギリスは、北方同盟側で参戦していたが、ロシアによるバルト海の派遣を望まず、外交的な圧力をかけ、北方同盟の足並みを、 満たし始めた。ジョージ1世とフレデリック4世は北ドイツの派遣を望み、アウグスト2世はフリードリヒビルヘルム1世のバルト海、沿岸南東部への野心を有料していた。戦力がバルト海周辺に分散していた、ピョートル1世は中東王における派遣に思いを巡らせ、メクレンブルクにまで海軍基地を建設することを求めた。1719年。 ジョージ1世とアウグスト2世、そして新生ローマ皇帝カール6世は、ロシア国境を戦前の状態に押し戻すべく相互援助条約を締結した。カール12世の死後もスウェーデンは、ピョートル1世の条件での講和を拒否していた。1719年夏、ロシア艦隊がスウェーデンの東海岸を襲撃した。いくつかの都市が攻撃され、 ストックホルムの軍刀のほぼすべての建物が焼き払われた。小規模なロシア軍がスウェーデンの首都ストックホルムへ迫ったが、8月24日のステケットの戦いで阻止されている。一方、ハノーファーイギリス及びブランデンブルクプロイセンはスウェーデンとの単独コアを交渉し、 1719年から1720年はじめのストックホルム条約によりスウェーデンの北ドイツ領土が分割された。交渉はバルト海南部におけるスウェーデンの地位の完全な崩壊を防ぐことを策すフランスが仲介しスウェーデンにはビスマールと北部スウェーデンポメラニアが残された。ハノーファーはスウェーデン領ブレーメンフェルデンを獲得し ブランデンブルクプロイセンは南部スウェーデン領ポメラニアを併合した。さらにイギリスはスウェーデンとの同盟条約を締結している。スウェーデンとの同盟条約に基づきイギリスはバルト海に艦隊を派遣してロシアに圧力をかけたがロシア軍はスウェーデンへの襲撃を続け1720年7月のグレンガム島沖の海戦で再びスウェーデン艦隊を撃破した。 黄色が戦前のスウェーデン領、緑色がロシア領、黄色地に緑の斜線がミスタット条約でロシアに割譲された地域北方同盟の反目に加えてスウェーデン内部でもスウェーデン王位をめぐるシュレースビヒホルシュタインゴトルプコカールフリードリヒとヘッセンカッセル砲白聖子フリードリヒとの対立が存在した。 ゴットルプ派は失脚し、1720年5月に、ウルリカ・イレオノーラは、夫フリードリヒに上位した。デンマークとの和平が結ばれた時、すでに北方同盟は分解しており、デンマークは、ズンド海峡南部の以前の領土を取り戻す、軍事的状況になかった。しかしながらスウェーデンは、ホルシュタイン・ゴットルプ系の支援を停止し、考慮はデンマークによって確保され、 北部は併合された。さらにスウェーデンは、ズンド海峡通行税の免除特権を返上した。それぞれの条約は、フレデリクス・ボーデ1720年7月に締結された。最終的に、ハノーファー、イギリス、ブランデンブルク・プロイセン、そしてデンマーク・ノルウェーと講和を結んだ時、スウェーデンは、ウィーン条約派やフランスの反ロシア感情が、同盟にまで達し、 これによって、ロシアに占領された、東部諸州を取り戻すことを期待した。だが、主に、イギリスとフランスとの内部対立により、スウェーデンの目論みは成功しなかった。したがって、戦争は、最終的に、ユーシカウプン期において1721年9月10日に、ロシアとスウェーデンの間で締結された、ミスタット条約によって終結した。フィンランドはスウェーデンに返還されたが、 エストニア、リボニア、イングリア、ケックスホルムのみは1808年から1809年までのフィンランド戦争までスウェーデン領として残されたとカレリアの大部分はロシアに割上された。ザクセンポーランドリトアニアとスウェーデンは正式な平和条約を締結せず、1660年の第二次北方戦争終結の際に結ばれたオリバ条約を更新している。 スウェーデンは17世紀に獲得したほとんどすべての海外領土を失い大国としての地位を喪失した。カール12世の死によって絶対王政は終焉し、代わって貴族を中心とした議会が力を持つ自由の時代が始まり、グスタフ3世の王権復興まで続くことになる。戦争に敗れた。 スウェーデンの不満は失われた領土を取り戻そうとする無益な試みを導き、1741年のハット島戦争や1788年のグスタフ3世の対ロシア戦争を引き起こしている。後者の戦争では、領土奪還はならなかったものの、スウェーデンは実質的に勝利し、ロシアからの干渉を停止させ、両国間の勢力均衡は、 ある程度は回復している。外交的には、伝統的な新仏外交を推し進めていたものの、グスタフ3世のクーデターが起きるまでは、プロイセン、ロシアなど、列強の政治的影響力のもとにさらされるなど、自由の時代とは、危機の時代でもあった。ポーランド国土は、この戦争によって、甚大な被害をこむり、 ミスタット条約によって、元ポーランド領のリボニアがロシアに割上され、ポーランドには何ら得るものがなく終わったにとどまらず、国王と貴族との対立に上ぜられて、ロシアの事実上の保護国となってしまう。1733年に、アウグスト2世が死去すると、フランスの支援を受けたスタニスワ・フレシチニスキが国王に選出された。これに反発したロシアとオーストリアが、 アウグスト2世の息子アウグスト3世を擁立して、ポーランド継承戦争に突入した。その後も、ポーランドへの外国の干渉はやまず、18世紀末の、ポーランド分割と、国家消滅の運命をたどることになる。デンマークは17世紀に、スウェーデンに奪われた元東デンマーク諸州の脱回や、スウェーデン領北ポメラニアの確保といった、主目標は達成し得なかったが、 スウェーデンの脅威の排除とずんど、海峡通行税免除特権に終止符を打つことができた。スウェーデンからの賠償金と通行税によって財政は改善し、文化交流の時代に入っている。しかしデンマークは、シュレースビヒ領有権をめぐるホルシュタイン号トルプケとの争いは続いた。外交的には、スウェーデンとの対立は継続し、進路外交を推し進めたため、 次第に、ロシア依存が高まることとなった。プロイセンを、フリードリ・ヒビルヘルム一世は、この戦争の後、ロシアと同様の徴兵制の整備と、貴族将校の要請を行い、プロイセンを強力な軍事国家となさしめ、兵隊王と呼ばれた。フリードリ・ヒビルヘルム一世の子フリードリ・ヒ二世が、 この軍事国家を引き継ぎ、列強との諸戦争を戦い抜いて、小国プロイセンを列強の地位に押し上げることになる。バルト地方を獲得したロシアは北東ヨーロッパにおける最強国になった。1721年11月2日、元老院と修務院が、ピョートル一世に皇帝の称号を送り、ロシア帝国が成立する。 それから3年余りの1725年1月に、ピョートル一世は死去し、その後は、女帝や妖帝が次々に立つ、政治的に不安定な時代が続き、ピョートル一世の改革の一部は、放棄されもしたが、その近代化政策は、ロシア人の血を一滴も引かない女帝エカチェリーナ二世によって、引き継がれることになる。日付は、グレゴリオ歴。ありがとうございます。